ドキドキドキドコロ。3月1日のヤマメ岩祭りの解禁直後、群馬県の神流川を坂本智子が訪れた。里見義政さんのご指導のもと、フライフィッシングに挑戦中の智子。あ、サーモン最後は最後下ろしちゃう。ああいう風に早く上がりちゃう。送った、はい、フライ独特のキャスティングにもだいぶ慣れたところで、いよいよ実調開始だ。じゃあ実際に今度フライをつけて、少しやってみましょう、はいはい、今何を食ってるかっていうのをこう、推測するのもフライフィッシング その楽しみですから、はい、とりあえず、ここからスタートしてみます、はい、カワゲラのタイプですね、はい、最初にフライを選ぶときは、実際に魚が捕食している虫、飛んでいる虫のサイズやカラーに合わせることが重要だ。まずはドライフライから試す。あ、もっと下向きます。もっと下向きます。もっと下。え、その代わり、いいとこです。え、これ流したらいいですか。そうです、流してください。そのまま自然に流れに乗っけて流すってことですね。はい。ああ、今やりました。こっち上、ちょっと上で見てました。はい、はい、もう一回、はい、でもしもかかったらですね、はい、普通にこう合わせます、はい、合わせるときにあまり手首をこうパンって上げると、はい、切れたりしますから、できるだけこう優しくこうフライがちょっと動けばいいんですね。だから腕でこうこういうふうに上げてもらうのが本当は一番いいと。あ、もうこのくらいでいいんですか。でフライさえ動けばいいんですね。で釣れたらですね、こう持って投げてますから、はい、必ずすぐここをホールドしてもらって、はい、でこうやって寄せてきます。はい、はい、で竿を立ててください、はい。はい、後ろが倒れますか。倒れます。倒れない。後ろ倒さないように。そうそうそう、はい、いいとこ。よいしょ。あー、下まで来た。あ、来た。よし。あら、ダメ。あら、乗らなかった。乗らなかったです。今、いけたかな。あ、切れちゃった。切れちゃったですね。合わせがちょっと強かった。強かった。あー、今食ったのに。合わせもうちょっと弱かったらかかってます。そうですね、ちょうどね、タイミングは魚食うと反転するんですね、はい、その時にこっちがこう引っ張るわけですね、はい、だからそのタイミングがあまりに合いすぎると、そう、両方から力かかるんで切れちゃうことはあるんですね。これからどんどん活性は上がってきます。上がってくるはずです。はい、まあこれもね、魚に効かないとわからない。はい、里見さんに少しお手本を見せてもらおう。よいしょっと。まあ綺麗だ。もうちょっと中の方ですね。ちゃんとした流れの方に入れてください。はい、はい、そんな感じです。今の感じです、はい、割といいところにいつも入ってるから、そのうち食うやつがいるんじゃないか。ああいうふうに早く流れちゃう。送った。はい、ゆっくり。はい、そしたらホールドして、はい、ゆっくり寄せてきて、竿を立てて。ああ、取れた。切れたかな。またああ、また切れた。切れた。こう見えますか。ここ見えます。はい、そしたらこれこうねじります。はい、この細さだとですね、だいたい8回転から9回転ぐらいですね。ねじりました。今もねじっただけですよね。そしたら今度はここ通します、はい、通して、
とここばっかできます、はい、またもう一回今度こっちにくぐらせますね、はい、こうですね、はい、で抜くだけです。抜くだけ、これでいいんですか。これでこれ一個引っ張ります。ゆっくりぐるっと締めます。でしっかり締めて、はいはい、これでもう抜けないです。あ、いいで、とりあえず流して、はい、ああ、おっこい振り向いたけど、そのままそのままそのままね、はい、もう OK、はい、はい、お、いいところ、あ、来た、来た、よし、はい、ポンド、はい、立てて、僕はじゃあネット取りますからね、はい、よし、はい、ゆっくり寄せてください、竿を立ててください、もう少し立ててください、はい、ゆっくりゆっくり引きを楽しんでくださいね。はい、おいしょー。お、結構いい引きするんですね。あ、無理すると切れるからね。 あー抜けたもうちょっとだったのに。ヤマメってこう回転するんですね、かかると。それもこう横にグリグリじゃなくて縦にこうやるのもいるんで、やっぱり外れやすいっていうわけです。ここあの2つこう筋があるの分かりますね。手前からこう行ってるのと向こうが入ってるのがあるんで、ちょうどあの合わされ目がありますね。あの辺で合わさってるんですね。で合わさって1本になるあたり、あの辺に一番魚がついてますから、あの辺に入れて下流にこうつけてもらうんですね。でもちろん流針にいるやつも食うんですけど、流針のすぐ脇とかはあのちょっとゆっくりフライが流れるんです、はあ、と魚あの見つけやすいし食いやすいんです、はい、だから少し動いても食ってくれるんです。別に頭の上でなくても食うんですね。だからあのこうやって見て、はい、フライが一番こうなんていうかな、水に馴染んでゆっくり流れるようなレーンを探してもらうのがいいんですね。だから流針に乗っけてさーって流れちゃうと、はい、意外に食わなかったりするんですね。あの真ん中とかはどうなんですか。そういいんです。だからちょうどこうぶつかるじゃないですか、はいはい、ぶつかるとこう下流に行くスピードが落ちるんですね、はい、いいとこ近づきました。近づいて近づいて、無視。おー帰ったな。あ、今ほんと見に来ましたね今魚いるんですけど、どっちかっていうとやっぱりこう少しこう魚下にいるんですね、はい、だからちょっと水面で釣りたいんですけど、ちょっとそれ諦めて、はい、少しこう水の中を釣るという、今度釣りをしてる。で今度はですね、はい、フライも重たいんです。フライがまず重たいっていうのが一つ、はい、それから目印をつけるんですね。インジケーターって言って、その当たりを知るためのものですね、はい、ですからちょっと投げにくくなりますから、それだけ注意してやってもらえればと思います。わかりました。まあこれよりもちょっと小さいサイズだと思うんですけど、はい、まあでも沈めて目の前に通してあげればこのくらいのサイズの方がやっぱり目立つのでいいかなと思います、はい、じゃあ上流に向かってあげてください。はい、いいですよ、いいですよ。もう少し向こうに入ればいいかな。それ見えてますよね。あれを見てくださいね、はい、あれがとにかくおかしな動きをしたら合わせる。はい、はい、いいところです。一番いいところです。まだまだ、まだ。よしよ、くた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 。あー、出た。あ、出た。もっとビシッとやってください、ね、はい、はい、そう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 、そうすると前と後ろのタイミングがちょうどよくなる。見てる、すごく見てますね。ほら来た、よし、やった。もう、はい、はい、多分大丈夫でしょ、これこれは大丈夫か、うん、はい、もうちょっとこんなもんですか。どんどん寄せる、どんどん寄せる、寄せる、はい。で、僕の前の、もう逃げないで、大丈夫でしょ、がっちり食って、もっともっと寄せてください。もっと寄せちゃう。ここで逃がす、はい、はい、ありがとうございます。はぁ、はい、ようやく綺麗ですね。
あ、しっかり食ってますね。今どうなってるかっていうと、はい、こんな風になって口がこうですね。食ってくれてる、しっかり。よかった、初ヤマメです。いや、本当ようやく来てくれたなっていう感じですね。はい、ですから今までもそのチャンスは何度もあったんで、うん、だからあれをできるだけこう、はい、全部取っていくようにしましょう。そうですよね。はい、まず正確に距離は飛ばせなくていいんですけど、自分がある程度狙ったところにこうフライが落とせるということができるようになればですね、あとは、まあ、少なくともこう渓流なんかでドライフライで釣っていく限りはですね、あとは全部流れがやってくれるんですね。自分でこう竿で操作するわけではなくて、流れにいかにこうきちんと乗せてあげれば、あとは待ってるだけというような釣りなんですね。ですから実際にこうやってみるとですね、そんなにこういろいろこうやれ誘いがどうしたとかそういうのもあまりなくてですね、そんなに難しくはないと思うんですけれども、はい、こう投げますよね、はい、投げたとあれですから、こうやって投げたらどうするかっていうと、はい、やっぱりこうやりたくなるんですね。なります。じゃなくてこれを持ったまま、はい、手をここ持ってちゃうんです、はい、そうすればですぐ邪魔なったらすぐこうやっちゃう。こっちに行けばいいんですもんね。だから投げたら投げて手をここに持ってく、で手合わせちゃう、合わせちゃう、ですぐこうやって引けば、はい、でちょうどいい状態にすればいいわけですから。はい、わかりました。一つ一つ、はい、たら持ってきていく、はい、そうです。すごく楽です。はいはい、それはもう合わせのタイミングだけでしょ。はい、はい、いいですよ。よし、入れ食いや。あ、でかいな、今度は。はい、さあ、竿ゆっくり立ててください。あ、まあゆっくりだけど、ゆっくり楽しんでいいからね。はい。うふ、はい。あ、でかい。ありがとうございます。あ、これでかいわ。おっしゃ、大きいですか。うん、ほら、あ、大きいですね。大きい。あ、これも、はい、ちょっと整備保留の魚ですけど、はい、でも大きいですよね。なんか背中にも点々点ってあるんですね。こういうのあります、あります、はい、あ、まあ、これぐらいがっちりかかってればまず外れないですね。はい、はい、いいとこかかってる、ね、よかった、硬いところに。やっぱさっきまではこうかかりが甘かったんですね。そんな感じですね、はい。まあ、あとかかりどころもねあるから、それはまあ、はい、ちゃんと確認できるわけじゃないから、はい、難しいんですけど。おー、たらホールドしてロッドは下を向けておく。そうで、踏んだライン、あ、食ってる。おー、餌を立ってください。あんまり短くするとそうですね、はい、え、立ててれば大丈夫です。はい、でもうちょっと短くしたので、あ、大丈夫かな、はい、おいしょ、お、はい、ゲットしました。やったー、よいしょ。おー、あ、結構綺麗ですね。え、これは綺麗な魚ですね。ねえ、はい、いや、綺麗ですね。このヤマメはなかなかのグッドサイズ、美しい魚だ。はい、よいしょ、ありがとう。あー、帰ってきましたね。いやー、嬉しい。ちょっと自分のポイント、思ったポイントに投げて、はい、で流してすることができて、それはすごく楽しかったです。 はい、はい、正直言わせてもらえると、はい、ちょっとできすぎなんですね。だいぶこうキャストもよくできてたし、はい、まあ、魚の活性もちょっとね、ちょうどやってる頃に上がったっていうのもあるんですけど、はい、でも本当に楽しそうにやってたんで、それがもう僕は何よりだと思ってます。じゃあこれからちょっと通って、そうですね、練習してもらって、はい、極めたいと思います、はい、なんとか、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。一
見難しそうだが考え方は実にシンプル。流す釣りの爽快感をぜひ味わってみよう。やりました。嬉しい。